like a dance match for the night.その中で一番新しい新曲をちょっと歌わせていただければなと思います。で今お盆休みっていうかね、皆さんこう帰ってこられたり、また地元に帰ったりっていうことが、あると思うんですけど、今から歌う曲は、マイホームタウンっていう曲です。私にとって、とても大切なふるさとっていう、意味を込めて書かせていただいた曲になります。いつでもここに帰ってくれば元気になるし、本当に笑顔がもらえて本当に大切な場所だよっていう気持ちを、込めて歌わせていただきますので、少し皆さんの心にも届けばなと思います。それでは聴いてください。 My Hometownyou
ました、全部英語詞なんですけど、リトルシスターという曲が入っているアルバムを、そしてシングル2枚持ってきております、皆さんから見て右手に、物販スペース置いておりますちょっといかつおいちゃんがいるんですけど、そちらで、物販させていただいております、終わったら私もそちらに行きますので、ぜひぜひ、お声掛けいただければなと思います。はい、皆さん暑いと思うので MC はほどほどにして、どんどんちょっと次の曲に進もうかなと思うんですけど、ちょっと私も暑すぎて死にそうなのでちょっとお水をもらいますね。はい、ありがとうございます。じゃあ次の曲、洋楽のカバーを歌わせていただきたいなと思います。基本洋楽が結構メインで歌わせていただいてるんですけど、その中でも大好きなホイットニー・ヒューストンさんの曲を歌いたいなと思います。結構、お母様方は懐かしいっていう曲なんじゃないかなと思います。すごく壮大で皆さんもしかしたら暑苦しい曲かもしれませんが、気持ちよく歌いたいなと思いますので、それでは、次の曲聴いてください。 Greatest Love of All。Just a well and let them lead away. Show the world a beauty we possess inside. Giving our sense of right to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for.Outside of love, never to want it
暑いですね、これ歌うと。ありがとうございます。では最後の曲歌いたいのを歌わせていただきたいと思います。その前にちょっと告知を。私ですね、九州を中心にアーティスト活動させていただいているんですが、ちょっと先になりますけど10月の1日土曜日、10月の1日土曜日に、10回目の、ソロライブをさせていただくことになっております。で、こちらの場所が、中洲のゲイチセブンでさせていただきます。普段はですね、こうやってオケで歌わせていただいたりとか、アスカバンドもおります。で、この日はもちろんフルバンドでさせていただくことになっております。ソロライブ10回目記念ということで、バンドメンバーも10人となっております。コーラスがもちろんいまして、そして、トロンボーン、トランペット、ホーンセクションも、おります。きっとこのステージではまたない迫力が見れるんじゃないかなと思います。今日はですね、また皆さんから向かって右側に、ほんのちょっとですけど、フライヤーと、あとチケットも持ってきております。10月1日まだ先でちょっとスケジュールが、まあ、ちょっと難しいかと思うんですけど、もしもし大丈夫だよ、また見に来たいと思う方いらっしゃいましたら、お声掛けいただければなと思います。チラシにもホームページ載っておりますので、そちらからも予約ができます。ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日皆さんに出会えたことを忘れないように、そしてまた次の曲、で最後にしたいなと思います。最後の曲は皆さんにちょっとお力をいただきたいんですが、大丈夫でしょうか。席に座ってらっしゃる方ちょっと夏バテ気味かもしれませんが、最後の曲は皆さんの掛け声がちょっと必要になってくる曲でございます。今まで結構皆さんノリよく参加していただいたので、多分このハンモールにお越しの皆さんもきっとノリの良い、掛け声がいただけるんじゃないかなと思います。夏暑いですけど、吹っ飛ばして頑張ろうっていう曲を最後に歌わせていただきます。今日本当にありがとうございました。アスカでした。最後に聴いてください。島んちゅうの宝。